バイオハザード。歴史さんの間です。今回は江戸時代に流行した感染症についてお話していきます。最近またまたコロスケが猛威を振るい始めてますよね。もうね、勘弁してほしい。世界中で暴れ回っているコロスケですけど、調べてみてびっくりしたんですが、歴史を見てみると昔の日本でも感染症が人間に多大な影響を与えたというのはかなりあるんです。今回は今の私たちと同じように江戸時代当時の人々を恐怖に落とした感染症についてお話していき、最後にそこから現代人の私たちが学べる教訓を話していこうと思います。最後まで見ると明日感染症に関するうんちく職場で語れちゃいます。それでは早速やっていきましょう。コレラ、まず有名なのがコレラですよね。このコレラに感染すると嘔吐や腹痛に襲われて水のような下痢が出続けるんです。その結果ひどい脱水症状になり、治療しないとたった2日か3日で死んでしまうんですよ。めちゃくちゃ怖いですよね。当時の江戸はだいたい100万人くらいの人口で、コレラによる死者は3万人と言われています。つまり人口の 3% もコレラによって亡くなっているということになるんです。これ今の東京が1400万人ですから、 3% だと42万人が亡くなる計算。コロスケで亡くなったのが累計で日本で1万8000人とかですから、そう考えるとコレラやばすぎますよね。このコレラは不衛生な環境だと感染が広がりやすいんですが、今の日本では莫大に広がることはありえません。じゃあ当時の江戸は不衛生だったのかというと、決してそういうわけではなくて、日本は昔から水が豊富にあるので世界的に見ればかなり清潔な国なんですよ。ですが江戸時代、今のようにアルコール消毒なんてありませんし、コレラ自体の治療法も確立していませんでしたから、亡くなってしまう人が多かったんです。そういえばジンっていう漫画ではコレラに感染した人がひたすら水を飲んで下痢を出すというのをやっていました。下痢って腸内の異物を出すために体自体が引き起こしているから正しい判断かもしれませんが、漫画だとね、なぜか大勢の前で垂れ流し状態なんですよね。公衆の面前で下痢を出し続けるのはきついし、下痢したらコレラだとすぐわかるので、周りの人によっても当時恐怖だったと思います。コレラと上位運動、そもそもなぜコレラが日本に入ってきたのかというと、ペリー来航でも有名な黒船の乗員に感染者がいたからと言われています。黒船来航といえば江戸時代が収束に向かうきっかけとなった出来事です。不平等条約を押し付けられた上に病気まで持ち込まれたわけですから、それはたまったもんじゃないですよね。上位への流れは様々な要因がありましたが、コレラもその一つだと言えます。に、はしか。次に紹介するのがはしかなんですが、これがかなりすごい言われようなんですよ。はしかは江戸時代では命定めと言われていたんです。どういう意味かというと、はしかにかかると生きるか死ぬかすらわからないということなんです。おっかなすぎますよね。江戸時代では計13回も流行したと言われていて、1年で数万人も亡くなったと言われています。現在でははしかもワクチンがあって、接種すれば感染しても重症化することはありません。はしかにかかると風邪に似た症状が出て、体中に赤い発疹が出てきます。そして口の中に白いつぶつぶができるんですけど、これを関西の一部地域では花が咲いたなんて言い方をするんですよね。普通の風邪とは全然違いますので、かかるとかなり辛いと言われています。今では大体の子供がはしかのワクチンを接種しているので大きく流行することはありません。でははしかのワクチンがなかった江戸時代ではどのような対策や治療が行われていたのでしょうか。はしかと民間療法、江戸時代のはしか対策で結構有名なのが葛根湯なんですよ。葛根湯には発汗作用があるんですが、汗をかくことで皮膚に現れている発疹が収まると考えられていたんです。そもそも発熱というのは人体に悪影響を与えているものを殺すための作用の一つなので、体の内側から熱くしてしまおうというアイディアというのは結構昔からあったんです。もう一つの方法が、なんとかかった人に移してもらうというものです。なぜこんなアホなことを考えついたのかというと、はしかに感染してから回復した人がはしかに再度かかることがなかったからなんです。ですので逆転の発想で先にもうかかってしまおうと考える人が出てきたというわけなんですが、下手したら死んでしまう可能性があるのにみんなリスクを取ってるんですよ。もう赤城並みの勝負師ですよね。これなんで一度かかってから回復した人が感染しなかったのかというと、当然のことながら体内に抗体ができているからなんですよ。実はこの方法を結構最近でも積極的に行っている国があって、それがなんとイタリアです。2018年にイタリアではなんと反ワクチンを掲げる政党が与党になりました。その結果イタリアでは免疫を高めるはしかパーティーという、まさに江戸時代に日本で一部の人間が行っていたアホな試みが流行して、はしかによるパンデミックが引き起こされてしまったんです。そして今はコロスケでも当然ひどいことになっています。これほど賢者は歴史に学び、愚者は経験に学ぶ、これを表した出来事はないかもしれません。
3、梅毒。次に紹介するのが梅毒です。梅毒は戦国時代と江戸時代に流行しています。まず戦国時代に梅毒が外国から入ってきます。戦国時代では鎖国されていませんでしたし、外国から結構人間が入ってきていたんですよね。海外の人間との接触がきっかけですが、そこから流行した理由というのが戦にあります。梅毒って性交渉で感染するイメージが強いんですけど、血液からも感染するんです。つまり戦という血の飛び交う場所というのはかなり感染リスクが高いんですよ。これ梅毒といえばルローニケンシンが有名です。いきなり剣心って思うかもしれませんが、前にルローニケンシンの OVA のシリーズがあったんですが、その完結編で剣心は戦争に駆り出されて戦地で梅毒にかかっているんです。それを見た当時の人たちは、剣心は戦場でいやらしいことをして病気移されたのかなって思うんですけど、おそらくはね、この戦での血液感染だったのではないかと思います。江戸時代と梅毒、江戸時代でも梅毒は流行していたんですけど、江戸時代は平和な時代なので血液感染する機会というのはなかなかありません。当然合体して移るというのが定番パターンになります。なんとなく吉原のような色待ちで多く発生するというイメージがありますが、事態はそれ以上に深刻でした。解体新書でも有名な杉良玄白が書き残しているんですが、なんと外来で訪れた患者の半数が梅毒だったそうです。江戸時代というのは今よりも結構性に奔放で、それゆえに性病が広がりやすい環境だったんですよね。今ではペニシリン、いわゆる抗菌剤でほとんど完治しますが、この抗菌剤が日本で出回るようになるのは第二次世界大戦後ですから、江戸時代では梅毒はまさに不治の病だったんです。4、天然痘。最後に紹介するのが天然痘です。天然痘って結構古くからあって、なんと6世紀には日本に入ってきたと言われています。そして完全に定着してしまったのが江戸時代なんですよ。なんと徳川幕府の将軍もこの天然痘の被害に遭っているというんですから、びっくりですよね。天然痘ってかかると高温が出てかなり苦しい思いをすることになります。その後顔や手足にかなり特徴的な発疹が出てきて、そこが膿んでしまうんです。その膿んだ部分はかさぶたになって剥がれるんですけど、結構大きな跡が残るようになります。特に女性には皮膚に跡が残ってしまうと結構辛いですよね。ですので天然痘は別名イメサダメとも言われていて、かかった時に大きな跡が残らないように祈るしかなかったと言われています。その祈りを込めておまじないに頼ったり、魔除けの効果があるものに手を出したりする患者も後を絶たなかったそうなんですが、まあ迷信なんで結果は思うようにいかなかったことが多かったようです。しかし実は天然痘は早くから有効な対策が存在していたんです。天然痘はワクチンで撲滅された。実は天然痘は人類で初めてワクチン療法で撲滅させることに成功した病なんです。最初はなんと紀元前1000年にインドで天然痘に感染したものから膿を採取して、それを乾燥させたものを摂取する方法だったんです。これ乾燥させることで弱毒化、要は菌を弱くしていたんですが、正直これはハシカパーティーとあまり変わりません。結局天然痘に感染してしまうリスクがありますからね。それからかなり時が経った18世紀半ばに牛痘に感染した人間は天然痘にかからないことが分かったんです。そして牛痘摂取により天然痘を未然に防ぐという人類初のワクチン療法が確立したんですよ。日本には1810年にロシアに拉致されていた中川五郎次がこの牛痘摂取をしているんですが、それを秘密にしていたようなんです。その後久蔵という人物が牛痘摂取を広めようとしたんですが、藩に信じてもらえなかったんで、この時に広まることはなく、日本で天然痘が撲滅されたのは1955年になってからでした。もし牛痘摂取が広まっていればもっと早くに撲滅できていたのかもしれません。江戸時代の感染症から学べる教訓、江戸時代の感染症から学ぶ教訓は、感染症というものは私たちにとって身近なものということを自覚しようということです。歴史から見てもいつも感染症という恐怖はあったんですよね。今回コロスケになったことで私たちはそれにやっと気づけただけであって、当然今後コロスケ以外の新しい感染症が世界的に流行ることは絶対あるんですから、そのためにできること、それはね、きちんとこれからやっておくべきなんですよね。当然感染症に関する正確な情報を自分で取り入れていく、判断していくというのは大事です。そしてそれ以前に毎日のうがい、手洗い、マスクの着用、基本的なこと、できることはやって、健康的な生活をすることで自分の免疫力を高めておく、こういった基本的なことをしておくのも大事なんですよね。もうね、健康じゃなきゃ仕事も遊びも何も楽しめないですよね。もうね、早くコロスケ収束してほしい。私もは YouTuber さんのためのオンラインサロンをしています。この歴史サロン以外にも学識サロンという
という登録者40万人超えの YouTube チャンネルを運営していて、そのオンラインサロンでは YouTube のノウハウを共有しています。YouTube って本当に難しくて、最初は動画の作り方が全くわからない。やっと作れても誰にも見られない。こんなのが当たり前です。実際私も YouTube 始めた時は同じように苦しみました。実は YouTube には明確なコツがあります。それに気づけないで運営していると、1年経っても登録者1000人達成できないことが本当に起こります。このサロンでは私が2年以上かけて学んだ YouTube で成果を出すためのノウハウを全てさらけ出していて、登録者1000人達成した人もどんどん増えています。本気でね、YouTube 頑張りたいという方のみお待ちしております。今日の名言、梅毒が梅干しと関連していると思ってた人は、いいね押すべし。さよなら、さよなら、さよなら。